かけずこれが先に言うごめんね、いいがいっぱい視聴者さんからさ、質問もらってて、血液型が知りたいです。血液型はめっちゃ B 型です。めっちゃ B 型。いやでもほんとめっちゃ B 型だ。次は、MBTI 診断何タイプか教えてください。 MBTI 診断って何？MBTI 診断は自分のその性格とかを結構細かく出してくれるやつで、仲介者だった。動物占いみたいなやつ。あ、そんな感じ。仲介者は控えめまたは静かそうに見えるかもしれませんが、心の中は情熱で溢れ生き生きとしている人たちです。独創的かつ想像力豊かなので、いろいろな空想しながらさまざまな会話やストーリーを作り上げることが好きなタイプでしょう。だいぶ当たってるけど、静かそうじゃない。そう、もう情熱が情熱が溢れ出てる。溢れ出てる。でもあれだよ、繊細な気質の持ち主として知られていて、音楽、芸術、自然、そして周りの人に対して深く感情的に反応する人たちです。いや、これは本当にそう思う。だってニュース見てもさ、感情移入しちゃうじゃん。そうだね、すごい悲しくなってなんか泣きそうになったりするかも。ニコさんのパーソナルカラー、骨格が気になります。あ、これもね、やったの。骨格ウェーブでした。で、パーソナルカラーはイエビハル。これは変わってないかも。なんかね、ハイウエストとかがね、やっぱいいって書いてあったから、やっぱりなんか自然と骨格に合わせて服選んでたんだなと思う。マイホームを購入するなら戸建てかマンションどちらですか？一戸建てがいいけど、一戸建てがいいけど、でも管理とかを考えるとマンションかな。どうですか？でも地方に前なんだ、戸建てを建ててみたいってのあるね。ちょっとね、自然があるところでね。今欲しいものは何ですか？今欲しいものはちょっと模様替え用にちょっと秋冬っぽいアート、でもなんか物っていうより今なんだろう、家族に会いたい、お父さんとか、妹とか。先日ニコさん風の方とすれ違ったかもなのですが、どの辺にお住まいでしょうか？詳細は言えないけど、都内に住んでます。で、よく買い物2人とかで行くのは表参道とか、やっぱ渋谷周辺にしっかり行くことが多いかな。その辺ですれ違ったら声かけてください。ノンタイトルのちょっとだけ怖いニコさんは台本ですか？普段のニコさんからも想像できなくて汗汗汗汗。いや、まああれはね、エンターテインメントの番組だから、台本はなかったけど察してください。頑張りましたっていう。で、大変そうだったね。意味で大変でしたね。ファインアートとデザインの違いをどう感じられたかお聞かせいただきたいです。ファインアートは結構主観を極めるもので、デザインは客観を極める作業なのかなっていうふうに私は思ってます。なるほど。どっちが得意ですか？そうだね、私はでも結構その質問聞いた時に中間地点にいるかなっていうふうには思っ
ていて、まあ、割とそのお仕事柄、まあ、客観性とかを身につけるための広告の仕事とかもやってきたから、そっちの目線も持ってるし、でもその美大では油絵をやっていたりとかしたのから、まあ、ファインアートで自己表現を極めるっていうこともやってきたし、まあ、どっちが向いてるかわからない人はなんかどっちも経験してみるのがおすすめです。前の家から旦那さんと寝室は別々だと思うのですが、寝室を別々にしてよかったと言う点はありますか？人と一緒に寝るとちょっと、まあ、家族であってもちょっと熟睡できないかなっていうふうに私は思うから、なんか別々に分けたいって提案したのは私だよね、うん、でも最初さ引っ越す時はさ、なんか一つでいいじゃんって言ってたよね。言ってたけど、まあでもやっぱり分けた方がいいな。そうだよね。普段一人で寝てる時と比べたらやっぱどうしてもさ、うん、疲れが取れない感じ、うん、仕方ない。だからなんか私個人的にはなんか、まあ、数万円家賃がちょっと上がっても、まあ、体をしっかり休めるっていうことを優先にしたいなって考えるタイプです。時間がずれた時とか、ね、あ、そうそうそう、時間がずれててもさ、なんかね、あのベッドがさ揺れたりすると結構起きちゃったりとか、うん、明かりとかついたりとかするとね、ニコちゃん起きないけどね。私はなんか起きないかな。いつも楽しく拝見してます。ニコさんは旦那様との家事の分担はどのようにされてますか？うん、してないよね。明確にはしてないけど、うん、なんとなく分かれてる。なんとなく分かれてるかな。洗面台とかそのシンクとかはさ、うん、よく洗ってくれる。そうだね。なんとなくなんか向いてる家事をそれぞれがやってる感じ。うん。なんか明確に決めてないです。うん。ご夫婦のインテリアなどの価値観は同じですか？うん。割と似てない？まあそうだね。最初から。なんか男の人ってさ、結構その男前インテリアみたいなちょっと黒っぽい感じの高級感があるやつとか好きな人多いけどさ、うん、白っぽいものが好きだったよね、もともと。白とかウッドとか、うん、そっち系が好きだったから。ラッキー。いやでもありがたいですよ、うん、おしゃれな家にしてくれて。でも大きなもの買うときはしっかりプレゼンをして説得してから買ってます。彼と喧嘩することありますか？可愛いお二人にほっこりします。ありがとうございます。ありがとうございます。喧嘩しないよね。うん、そうだね、うん、喧嘩はしないけど、私がその女性周期でちょっとこう情緒不安定になったりとかしたときに、まあちょっとかわいそうな思いするぐらいかな。まあ喧嘩ほどじゃないけど、ちょっと不機嫌ぐらいはあるんじゃない？不機嫌ぐらいはあるけど、すぐお互いが気づいて、うん、ケアに入る。ケアに入る。そうだね、思いやりですな。うん、ニコさんがお気に入りの紅茶とコーヒーのお店を教えてください、うん、お気に入りの紅茶はやっぱりティーポンドかな。うん、うん、でも最近買ったのエンハーブのローズヒップティーも美味しくて、ちょっとまた買おうかなって思っちゃってる、うん、コーヒーはなんか今日はブルーボトルコーヒーだけど、普段はカルディとかスタバで買うことが多いです。東京のおすすめスポットはカフェやランチなのでも？東京のおすすめスポットいっぱいあるけどね。でもやっぱりなんか買い物とか来て面白いのは表参道とか渋谷あたりかもね。でも穴場スポットだなって思うのは外苑前かな。なんかインテリアショップがすごい充実してるし、大きい路面店が多いじゃん。であと私やっぱ青山グランドホテルのあのレストランが好きなんだよ。ベルコモは結構朝早くからやってたりとかして、なんか落ち着いててテラスもあるからおすすめです。ムーミンのどんなところが好きですか？ムーミン全部です。ムーミンは全部好きだけど、
でも私一番その好きなのがムーミンの、まあ、小説とかも好きなんだけど、あの楽しいムーミン一家っていう昭和のやつじゃなくて平成の楽しいムーミン一家のアニメが大好きで、子供の頃からずっと見てたんだけど、その一番好きな回がムーミン谷に所長さんがいるんだけど、そのムーミン谷が平和すぎてその所長さんが左遷されちゃうっていう回があるのねで、その所長さんが左遷されたらかわいそうみたいなので、ムーミンたちがすごい平和な事件を起こして、なんか左遷されずに済むっていう、あのその回がすごいほっこりして大好き。僕はピングーですピングー好きだよね。お気に入りのインテリアブランドは何ですか？この机とかね、ソファーとかフォーコンセプトさんが好きで、フォーコンセプトさんで揃えて、で、まあ、カジュアルに買うんだったらウニコさんとかイデーさんとかでサクッと買ったりすることが多いかな。最近見た中で特に面白かったドラマは何ですか？特に面白かったのはパリに行く時に飛行機の中で見たのがセレブリティ、 Netflix のセレブリティを見て面白かった。面白かった、ね、面白かったよね全然私と違う世界を見れるっていう面白さもあるし、一 SNS のお仕事とかをしている人間っていう側面でちょっと共感したりする部分もあって、すごい何よりね主人公が可愛くて眼福でしたと価値観が合わないときはどうしてますか？なんか価値観が合わない人と、まあ、そんなに関わる必要はないのかなっていうふうに私は思います。だから自分と価値観が合う環境に入れるようになんか新しく探してみたりとかするかな、うん、仕事場とかだったらする力を身につけて、価値観とか云々っていうより割り切る。でどうしても合わなかったら仕事の場の環境を変える、気持ちの切り替えが上手にできません、ストレスとの向き合い方を教えてください。全てを一気に切り替えるって結構難しいし、なんかこう時間もこう労力も必要になっちゃうけど、まあ、手軽なものであれば私はやっぱ香りアイテムとかに頼ることが多くて、オールオンのオイルとか香りのオイルとかつけてラベンダーとか嗅いだりとか、リードディフューザーとかを、まあ、なんかこのリードの部分を逆さにしてちょっとこう香りを広げて雰囲気変えてみるとか、嗅覚ってかなりこう感情に訴えかけるものがあるというか、そういういい香りとかを嗅いで今はリラックスタイムだって、まあ、刷り込むっていうか、なんかそういうのは結構やってるかな。同じく30代女性です、はい、妊娠出産の話が振られた時はどうしてますか？ご縁があればねみたいな受け流すかなでこの人はきっとさ、まあ、いろんな方に言われるんでしょうね。そうだろうね、言われる機会が多いんだろうね。まあそうだよね、仕事関係とかじゃないお友達とかってなると確かにそういうライフステージについての話がメインになっちゃうもんね。なんかご縁があればねっていうニュアンスでちょっと汲み取ってもらえなかったら、私はちょっとそのしばらく距離を置くかないやあんまりそのなんていうの、あの子供を産んだ方がいいよとかさ、なんか言ってくるっていうのはさ、ちょっとなんだろう、空気がなんて言ったらいいな、考え方がちょっと違う。そう、考え方が違うかもしれない。自分軸がぶれないためにはどうしてますか？どうなりたいのかとか目標とかを結構明確にしておくのがなんか大事な気がする。なんかやっぱ明日のとか今日とかのタスクをこなすっていうことに一生懸命にどうしてもなりがちだけど、そうするとその何のために今頑張ってるのかっていうのが分かんなくなっちゃうけど、最終的にこれをやりたいっていうことがあればそれに向けて
今は努力をする期間なんだっていう風に考えられるから、割と逆算して動くことが多いかもしれない。そうすると結構その軸がぶれずに一貫して行動できるのかなっていう風に思います。出会った時からずっとそうです。ずっとビジョンなんです。もしも二人の間に家族が増えたら、お部屋のインテリアをどんな風に変えますか？全部が全部その子供のためのインテリアみたいになっちゃうと、やっぱりママもときめきたい瞬間とかたくさんあると思うから、こういう上だけその自分の好きなものを置く場所にしたりとか、なんかこのぐらいのスペースだったらきれいにして置けるじゃん。なんか全部はさ多分無理じゃん、子供ができたらね。だからなんか一角だけその自分のお気に入りスペースだけきれいにしとくみたいなマイルールにするのがいいんじゃないかなって思います、うん、育てやすい&ニコさんのおすすめな観葉植物は何ですか、うん、あと植物が生き生きしてますね。どうやってお手入れされてますか、うん、お手入れの方法は週に 1,2 回ぐらい水やりとか霧吹きをするぐらいのものを最初から選んでるものが多いかな。その中でも一番育てやすいなとか見た目がお気に入りなのはエバーフレッシュかな。新しい食器や服を買うと物が増えていくと思うのですが、今まで使ってた物や服はどうしてますか？服とかはさ、あのザラに持ってってくれる、はい、ザラは結構ノーブランドとかね、他のブランドでも回収してくれるんだよね。うん、そう。インテリアとかチャリティーフリーマーケットとかにも今度出すのね、うん、寄付しちゃったりとかすることが多いです。うんうん、撮影の裏側とテクニックを知りたいです。あと映える写真を撮るときに気をつけていることとかコツはありますか？そう、撮影の裏側とかはまたね別のちょっと動画でもなんか詳しく動画にしたらみんな見てくれるかなまあなんか映える写真というか、なんか好きな写真を撮るテクニックというかコツはモロンノンさんの動画でご紹介してるので、ちょっとあのリンクを貼っておくので見てください。一番のお気に入りの YouTube の動画はどれですか？全然再生されてないんだけど、あの YouTube 始めて2本目かなの撮影したお母さんに向けた母の日の絵を描いた動画が一番思い入れがあります、まあ、お母さんはもう亡くなっちゃってるんですけど、なんかそのいろいろこう活動の原点になってるような思いとかをちょっと綴った動画なので、それがすごい思い入れがあるのと、あとは最近ので言うとやっぱりブランドを立ち上げるご報告をした時の動画がすごい思い入れがあります。感動しましたイラストはどんなペンで描いてますか？イラストは iPad で描いてるね。普通にあの iPad ペンシルみたいなね、あれ、うん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 、iPad の Procreate っていうアプリで書いてて、 iPad も2年ぐらい前に買ったやつ、2年、3年ぐらい前かな、結構前なんだ、うんうん、ニコちゃんと同年代の36歳の方から、最近様々な老化をダイレクトに感じてます、ね、あ、わかる。どうしてニコさんはいかがですかっていや、全然感じてますもう特にね、ずっと言ってるけど腰痛もあるし肩こりとか、ね、首とかも凝るけど、でも最近またあのパーソナルジムを再開して筋トレ頑張ってます。全然違いそうだよね。うん、全然違う、全然体調が良くなった。身長体重は知りたいのと、うん、体型の差を知りたいです。身長は164センチで体重は50キロ前後。ちゃんと言ってくれるのすごい全然もうこのね30になったら体重よりね見た感じの雰囲気の方が大事だと思うから、うん、気圧には頭痛がなかなか収まらないですけど、体質改善に
良い方法ありますか？ちょっとこうマシになるのが、ミントの香り、ハーブのミントの香りとかを腕とかこのなんだ鼻先とかにつけたりとかして嗅ぐとちょっとマシになったりとかするから、急な対処法としてはそういうロールオンのミントの香りとかがすごいおすすめ。体質改善になったのが、まあ、もちろん運動とかをやるのがベースにあった方がいいけど、ヨモギ虫のパッドみたいなのをショーツに挟む、なんかヨモギの成分が入ったナプキンみたいなのがあるんだけど、なんかそれをつけるようにしてたら体の中から温まって体調が良くなった。旦那様とは何歳差ですか？3歳差です。私が今年36になって、今遅生まれで32歳。これまで何回も聞かれてた出会いのきっかけと馴れ初めを教えてください、ね、あ、一番多かったよね。今まで喋ったことなかったけど、まあ、今回50万人記念ということで、まあ、大した話じゃないけどね大した話じゃないんですけど、出会いはアプリであって、当時何年前あった、4年とか5年とか、4年前、4、5年前だっけ、そうだっけ6年ぐらい前か。そうじゃない、すごい前だよ、多分もう思い返してみれば、だから6年前って考えると、なんかちょっとこうアプリで会ったみたいに言うとちょっとこう不純な感じっていうか確かにみたいなイメージが結構まだあったかもしれないよね、私個人的にはなんか会った時から誠実な人だろうなっていう風に思ってて、だけどなんか一回空回りして離れたっていうか期間もありました、ただ彼から戻ってきてまたちょっと数ヶ月、半年ぐらい経ってからご飯食べてまた会うようになったのかな。1年ぐらい空いてた。1年ぐらい空いてたっけ、そっか、だからもう6年ぐらい前になっちゃったんだ。そんな慣れ初めです最初はだから全然スムーズな関係じゃなかったっていうか、むしろなんか問題だらけだってだらけっていう、もうだらけってほどではないけど、まあ一筋縄まではいかなそうだね何年付き合いましたか？何年付き合ったっけ？でも付き合ったのね、1年ぐらいなんだよ。あ、そうだっけ。そっか、だからあれだ、ノンタイトルにその出るってなってちょっとこう長引いたのあったよね。確かノンタイトルに出る前に婚姻届を出そうってしてたんだけど、なんか出演が決まっちゃってそれでなんか1年ぐらい伸びたんだよね。まとめると付き合った期間は1年、プロポーズをしてもらって、そこから婚約期間が2年、付き合ってたのはトータル3年ぐらい。まあそうだね。ですね。いや、僕のことなんですけど、旦那様も服装などセンスがいいですねって、デザインの仕事されてますかって全然違うよね、思いっきり理系だよね、だから全くデザインとかクリエイティブとはご縁がない人生でしたね。一個だけ話したいエピソードがあって、日比谷公園でデートをするって約束をして待ち合わせたんだけど、そしたら結構ぴったりめの丈にフィッシュビックリマークって書かれてる T シャツを着てきたことがあってフィッシュって思ってこの T シャツはもう着てちゃいかんって思った、あの時旦那さんはいつもどこにいるんですか？ご飯の時がいません。2階の書斎か寝てるよね。まあ出社したりとか、ね、出社したりとかね、はい。旦那さんのやめてほしいところありますか？もうないな。もうない。もうないな。過去にはなんかちょっとした失敗こぼしちゃったみたいな時とかに、ああみたいな言うことがあったけど、それをやめてほしいって言ったね。そうだ、ね、だって逆にほら失敗した時に私さ絶対責めないじゃん私は結構人を失敗しても笑っちゃうタイプだから
素晴らしい。だからあの一緒に楽しんでって言って直してもらいました。はい、さんの好きなところ何でしょう。2つあります。1つはね、やっぱこう全体でいられる人、どんなこう姿を見せても、こうそのまま受け入れてくれるっていうか、楽しんでくれるっていうか、だから、まあ、この人だったらずっと一緒にいても、なんか毎日楽しくいれそうだなって、プロポーズみたい。確かに不意に。もう一つはあのどんな辛い時でも、こうなんか支えてくれるというか、すごい仕事がひあの辛い時だったけど、それも一緒に乗り越えてくれたっていうのがあったので、まあこの人ならやっぱり一緒にいれるなって思いました。去年と一昨年とかね、一回ちょっとノイローゼみたいになっちゃってた時あった。頑張りすぎちゃうのと優しすぎるから、なんか無理してほしくないなっていつも思ってます。プロポーズはどこでされましたか？彼はサプライズベタなんですけど、彼なりに頑張ってしてくれたのが、赤坂の教会で普通に歩いてたら、教会の前でなんかトイレ行きたいって言い始めて、ちょっと待って、トイレ行きたいじゃなくてトイレ行きたいじゃなかったっけ。いや、まあ、チャペルを見学しませんかって言われて、でチャペルに入り、まあ、見てみようってなった。最初の、そのサプライズの入り口は、そのスタッフさんが、どうですかって見ていきませんかっていうのが、そうだったっけ、サプライズの入り口。そうだったっけ。なんか本当に不意なことすぎて、私もちょっとうろ覚えだったんだけどそれでなんか全然気づかずに、みたいな、で、あ、そう、そこの途中でちょっとトイレ借りてくるみたいな感じで言って、で、こんなとこでトイレ借りるの恥ずかしいと思ってたら、なんかちょっとあのよかったら2階も見ていかれませんかって私がスタッフさんに言われて、マジで恥ずかしいんだけどって思いながら2階を見に行ったら、バッてドアが開いて、チャペルのね、そうそうそう、そしたら立ってたんだよね、チャペルの真ん中に、チャペルの真ん中に、え、なんでトイレ行ったのにそんなとこ立ってんのって恥ずかしいからやめてみたいな風に思ったのを覚えてるそしたら、あ、違うみたいな気づいてなかった、気づいてなかった、だいぶ気づいてなかった。そんな器用にあのサプライズができると思ってなかったサプライズっていうことで、私からもサプライズ私からもサプライズがあります。はい、じゃーん、これこっちおいでよ。50万人ありがとう。おめでとうだけど、ありがとう。うん、わ、すごい、ありがとうね。いや、一緒に、なんかね、ここまで来てくれた感謝の気持ちを込めて、開けてみて。はい。いや、一人でね、ここまで、なんか、活動してこれたんじゃないなって思ったら、なんかこう、プレゼント、わ、したいなと思って。これはもしかしてこれはもしかして、わあ、すごい、これはカバン、カバン、わあ、すごい、ありがとう、かっこいい、わあ、ありがとう、マジで私の活動をさ、もうやめたいかもしれないって思った時とかもさ、あの、支えてもらったから、本当にありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます、はい、頑張ってきたのね、50万人、あの、見てくださってる視聴者の皆さんのおかげだなっていうふうに本当に毎日思いながら、あの、暮らしているので、これからもニコライフのチャンネルと夫婦ともどもよろしくお願いします。お願いしますじゃあ、ここまで見てくださってありがとうございました。また来週も、あの、このお家でお会いしましょう。ニコでした。ありがとうございます。本当ありがとうね。本当に。すごいね。私も泣いちゃうよ。
とか。ありがとうね。